世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日は、新学校でこの映像を撮っております。で、今日の聖書の箇所は第二コリントの12章の9節お読みしたいと思います。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。今日はこの言葉を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。で、クリスチャン生活を送ってきてちょっと気がついたことがあります。それは何かっていうと、いろいろな面で自分の弱さを教えられるということです。いろいろな事柄に対してですね、強くあろう、また打ち勝とうといろいろするんですが、その中で弱さを教えられるということがあります。で、クリスチャンにとって弱さはマイナスではありません。主が弱さを教えるにはそれなりの意味合いがあるのです。代表的な例はペテロです。イエス様が捕まる直前に弟子たちが裏切るということを知ったペテロは、私はと言われました。で、ペトロは自分に自信があったんでしょう。それで他の者は裏切っても私はと彼は言ったのです。ところがイエス様が捕まった時に、ペトロはスタクラさっさと逃げ出してしまいました。まさに肝心な時にペトロは大失敗をし、自分の弱さを体験したのですね。そしてペトロは泣きました。しかしですね、私がもし進学校の校長であったならば、ペトロに関してこういう評価をします。3年半も学んできて、しかも肝心な時に裏切るようじゃ資格はないと、もう一回初めから出直しなさいと、こう言うでしょう。しかしイエス様は違う対応を捉えたのです。ペトロはこの後数十日後にリバイバルの器となったのです。これは理解しがたいことです。どうしてそうなったのか。それはですね、神様がペトロに弱さを教えたのです。そしてペトロが弱いものであるということを教え、そしてそれを認識させたのです。その結果、ペトロは真に神に頼るものとなり、そしてペトロの弱さを通して神の強さが現れるようになったのです。弱さは神の強さが現れるポイントとなります。それゆえ弱さの上に神をあがめ、弱さを通して神に頼っていきましょう。どうもありがとうございます。